有田芳生君。現場ってのはいろいろ起きてまして、例えばピーター・バカラさんが1月20日のあるラジオ番組で語っております。2つの放送局から都知事選挙が終わるまで原発に触れるなということを言われたと。バカランさんはあの具体的な番組名は言っていませんけれども、バカランさんがピーター・バカランさんが担当している番組っていうのは一つは NHKFM なんですよね。でこういうことはご存知ですか。尾身活動参考人。